こんにちは、いこさん。メッセージありがとうございます。今回の動画はね、こうちゃんのことを、その成長と、そのね、いこさんの思い出を語っていただきました。ちょうどですね、前半の方っていうのは、生まれてから2ヶ月、3ヶ月、5ヶ月、6ヶ月と、で、10ヶ月ぐらいはですか。ちょうど私もね、今7ヶ月、もうすぐ8ヶ月になるかなっていうところで、大和くんね、一緒におりますので、なんだかね、いこさんと一緒に、子育てしてるような錯覚に陥りましたね。なんかこうジンとくるというかね、目頭が熱くなるというか、親が子にかける思いっていうのは、いろんなところでつながるものがあるなと思っております。で、私の場合はそうですね、いこさん言われてたように半年ぐらいはなんかこう乳児って風邪ひかないのかなと思うわけなんですけども、まあ、我が家はね、外出があっても人に会わないんで、人に会わない、私も会わないし、もう全然会わないんですよ。本当になんかこんなに人と会わないような人生がねあるのかと思うぐらい人に会いませんので、だから基本的にはね、今例の感染症とかありますけども、接触がないんで、何にも移らないといえば移らないのかなっていうところもあるし、反面免疫力ってのはこのままだとなくなっていくのかなとかね、いろいろ考えちゃいますけども、まあおかげさまで、健康元気に、過ごさせていただいてるってところと、あとはまあ24時間一緒にいるんでね、なんか細かい変化にもこう気づいていけるかなっていうのと、まあ四六時中一緒にいるっていうかね、なんかこうかける思いっていうのはなんか募る部分はありますね。子供っていうのは親の思い通りにはならないと思いますし、子供の可能性っていうのは親の想像力では全然つかみきれないと思うんで、まあその辺はね、なんか子供が望む人生をどれだけ開いといてあげれるかなっていうところもあるし、あとまあ一子さんが動画の後半で言ってたんですけどね、親は最初に 先に死んでしまうじゃないですか。やっぱり長い話になりますけども、まあ、その辺もね、私も生まれた子供と50歳ぐらい差がありますからね、むちゃくちゃリアリティあるんですよ。もう一子さんは若くておきれいだと思うんですけども、私はもうね、若くもないしおきれいでもないんで、このままどういう風になっていくんだろうかというところもあるけども、私なりにね、ここで勝手なことを言わせていただければ、最大限道を開いてね、運のいい人生を送らせてあげたいなというふうに思うわけですよね。一つはその、ビジネスとかね、お金に関することとかはこっちでほとんど準備しといてあげたいなっていうところもあるし、プラスアルファ子供の才覚でそれをね、食い潰していくのか、さらに発展させるのか、他の方にも何かね役に立つことができるのか分かりませんけども、多分私が今までずっと生きてきた、私が学んできた、私が見てきた、そういう人生とは全く別のところに行くんだろうなと思いますね。私もそれを望んでますしね、というふうにね、いろいろとね思うことは思うのと、あと思ったところですぐね私も忘れてしまうというか、こういうふうな想像が自分の限界だなと、そんな中に押し込められないぐらい、こうちゃんもそうですけどね、私の大和くんも、広い世界に行くんではなかろうかというふうに思うわけですよね。で、こうちゃん生まれてから2歳までのお話ということだったんですけども、1歳から2歳までの、ね、お話出てきましたけども、私にとってみたらこれはもう未来ですんで、まだ全然考えが及ばないところですよね。本当に日々の小さな変化とか、エピソードがね、私の胸に刻まれながら、一つ一つ財産になっていくところかなというところで、なんか社会の中で生きてほしいともあんま思わないし、なんかね、妙なこんな親でいいんでしょうかって思いますけどもね。で、動画の総括をさせていただくと、総括って偉そうなんですけども、このいこさんのね、やっぱこう発信した動画っていうのは本当に共感する方とか学びに取られてくださる方とか、とにかくためになったなとか気づきや発見っていうものを見てる人に感じさせる部分が多いと思うんですよね。時にはね、ほろりと来たりとか、時には胸が締め付けられたりとか、時にはね、一緒になってワクワクしてみたりとか、そういう物語をいこさんはこれからもこうちゃんと一緒にね紡ぎ出していくと思いますし、 YouTube に載せて私たちにね届けてくれると思うんですよ。そういう意味で言うと、
視聴者さんっていうのは一つの家族みたいなもんですよね。共に成長を見守り、共に未来を期待してみたいなね、ありますけども、はい。それでね、いこさんチャンネルがいつの間にかもう500人ぐらいになりますね。500人ぐらいの方がいこさんの発信を心待ちにしていると。私もそのうちの一人なんですけども、今回送っていただいた動画っていうのは多くの人にものすごくね関係することだと思いますし、関係ない方っていうのはあんまいないと思うんですよね。でその中でいこさんなりのこう考え方視点っていうのがあったりとか、他の視聴者さんの考え方視点とかがあってね、まあ、本当に学びや発見が多いなと思うところでございます。私みたいにこうやってね返信動画を撮りたくなっちゃう人もいると思うんで、バンバンとねいこさんに、まあ、励ましですとかね、ご助言とかを動画でもメールでも何でもいいんで、ね、コメントでも寄せていただければなと思いますよね。はい。それでですね、これからのことちょっとお話しましょうか。これからいこさんまた YouTube の方を上げてくださると思いますし、それからねこうちゃんの新しい姿っていうのも私たちが見ることもできると思うんですよ。で人っていうのはこうあらなければならないってものは全くないし、その、まあ、平均値とか中央値っていうのはありますけども、まあだからといってね、みんなが同じように進んでいく生きていくっていう時代でもないですから、一人一人の、自分だけのね、人生をこう歩いてほしいなと思いますし、親は親の思い通りにやらなかったかもしれないけども、子供の唯一のそのビクトリーロードというかね、黄金の、ライフロードっていうのを見守ってあげれるようなね、そういうふうなこう気持ちを育んでいければなというところでございます。ちょっとね、何と表現してるのか分かんなくなりましたけども、こういうことです。親は子供によって育てられるということじゃないでしょうか。ここはね、多分多くの方が一致してくださると思うんですよ。ということで今回の動画この辺にさせていただこうと思います。まあ子供ね、話には聞いてましたけどもね、自分のところに生まれるとトリッキーですね、結構ね。またね、ご一緒させていただくこともあると思いますので、その時までお元気で。ではいこさんまた動画の方送ってください。その他動画をご覧くださった皆さんも、自分なりのね思いをコメント欄やメールとかメッセージに綴っていただければ幸いでございます。それではいってらっしゃい。